松平忠宏は、江戸時代後期の大名。上野国小端藩四代藩主。官位は、十五位下、大倉昭雄、摂津上、忠孝家、奥平松平家六代。後死尺、文政八年八月七日、三代藩主、松平忠史恵の逸尾として誕生した。天保六年七月三日、忠史恵の着手となる。 天保13年11月1日、15位下、宮内昭友に助任する。安政3年6月27日、ただし恵が老齢を理由に隠居したため、家徳を継いだ。安政5年10月9日、総者番に就任する。文久2年11月11日、自社奉行に就任する。文久3年10月28日、総者番に、再び就任する。 現時元年6月28日、創社版兼事社奉行を解任される。慶応元年8月1日、幕府に軍資金500両を献上する。幕末の動乱の中で自社奉行と創社版を兼任したが、どうも忠だ広は、幕府の将来に早くから見切りをつけていた一面があり、文久2年に父が死去して藩の実権を完全に掌握すると、 幕府に反抗的な水戸藩老子を取り締まる一方で、江戸にあった祭司を本国に戻して、朝廷と通じる一面も見せている。また、軍備増強にも乗り出して、領氏に、苗字盾脇などの特権を与える代わりに軍人として、用いて、強力な鉄砲隊を編成したりしている。慶応4年3月、新政府軍に武器を献上するなど、母親戦争では新政府に組みした。ただし、 同年2月に、両内で起こった夜直し一期で大被害を受けている。明治2年6月22日の半赤奉還で、治範児となり、明治4年7月の廃藩地検で面刊となる。明治6年6月、日光島小愚の偶児となる。1884年7月8日、死者を除釈。明治29年7月、貴族院死者議員になった。その他、 東京府学務委員も務めた、明治35年5月21日に死去した、去年78、ありがとうございます。